俺の名前はアビルカンタ。イブ、いつまで生きてんだ？もういいだろ。入院中を襲うとは人侠のかけらもないね。入院中を鮎川の兄貴に襲撃された武闘派の射程だ。苛烈化する獅子王組の内部構想、俺が組みするのは眉住派、敵対する黒沢派と組長の跡目をめぐって争っている。先日俺たちのアジトが襲撃された。ではメイドへ行くがいい。仁義を忘れたお前は羨ましくないね。イブの兄貴は俺たちのミスで不意打ちを食らってしまった。お前らは死ぬしかないね。それなのに血まみれで俺を守ってくれた。そして俺は眉住派を裏切り、イブの兄貴を刺したハンダを襲撃した。てめえみたいなゲスに生きる資格はねえんだよ。生きるか死ぬかの戦いの末、俺は奴の弾を取ることに成功した。しかしかなりの重傷を負ってしまった。まだ傷はひっついていないが、もうすぐ楽になるはずだ。わかりました、ありがとうございます。当分ろくに動くこともできない。お前は治りが遅いね。俺はもうすぐ治りそうだね。イブの兄貴も同様、背中の傷がひどく、俺と共に入院中だ。その頃、辰本の兄貴にとある人物から電話が鳴った。ずいぶん久しぶりだな。お前から電話なんて珍しいじゃねえか。急に申し訳ありません。前住派にとって良くない状況が起きていると耳にしまして。その人物とは情報屋の風谷さんだ。辰本の兄貴はいぶかしげな表情で問う。良くない状況だと一体なんだ。構想中で新しい闇医者の世話になっていますよね。その男、黒沢派に買収されている可能性が高い。それを聞いた兄貴の顔色が一気に消える。なんだと。っていうことは今イブとアビルがいるってことも。バレてる可能性が高いですね。それを聞いた瞬間、くそったりが、すまん風谷、今度礼はする。辰本の兄貴が走り出す。風谷さんは辰本の兄貴に恩があった。この内部構想、類を見ないほどに厳しい。そのため連絡してくれたんだ。それから辰本の兄貴はすぐにタクシーに乗り込むと電話をかける。くしょ、繋がらねえ。しかしイブの兄貴も俺も応答はない。まずいことになっちまった、できるだけ飛ばしてくれ。え、あ、はい。それから遡ること30分ほど前。ここにイブがいるってわけだな。はい、俺たち一番乗りですね。他も追ってくるとは思います。風谷さんの言う通り、黒沢派の人間が2名闇医者にたどり着いていた。そこにいたのは黒沢派の4年目、若手武闘派の近田の兄貴。さーて、手柄を独り占めしてうまいビールでも飲みますか。そしてもう一人は、ああ、ついにイブを殺せる、今日は記念日だ。黒沢派最高戦力の一人、鮎川の兄貴だ。そして二人は病院内へ堂々と侵入する。受け取れ、約束の金だ。へへ、ありがとうございます。奴らは2階です。鮎川の兄貴は闇医者に金を渡す。奴らはとんでもない金を積んでいたんだ。病室の前にはうちの護衛が2名いた。こんばんは、前住派のおバカさん。そこに黒沢派の2人が歩み寄る。2人に気づいた瞬間、護衛は声を荒げる。刺激、なんでここが分かったんじゃ。しかしこの2人は筋金入りの武闘派だ。お前らに用はねえ、死んどけ。2人は一気に切り裂かれてしまった。そして俺とイブの兄貴がいる部屋が開けられる。体調はどうすか、イブの兄貴。喜べよ、最後を見取りに来てやったぞ。なあ、なに。しかも近田が持つ茶化の銃口はイブの兄貴を捕らえている。だがイブの兄貴はその状況にも音速で対応する。お前らお呼びじゃないね。まずは枕を投げつけ、そしてベッドから転げ落ちる。小賢しいんじゃ。当たらないね。アビル、お前もベッドから落ちとけ。うわあ！奴らは俺を狙っていないのか、俺に弾は飛んでこなかった。きついね、いきなり傷が開いたね。しかしその衝撃で背中の傷が開いてしまった。しかし近田の兄貴も次の手を打ってくる。もう逃げ場はねえぞイブ。だがそこにイブの兄貴の姿はない。ベッドの下に潜っていたんだ。俺の相棒はここに置いてあるね。直後、兄貴が鉄棒を突き出す。汚い足が丸見えだね。てめえに歩行能力はいらないね。あっぶね。それを近田はジャンプ一番でかわす。
そしてイブの兄貴がベッドから出る。入院中を襲うとかダサいね。お前ら全然羨ましくないね。俺もその間にドスを取った。鹿だ！てめえの相手は俺じゃ！なんか勘違いしとるやつがいるな。せっかく殺さないでいようと思ったのに。せめてイブの兄貴と2対1は避けるんだ。だがイブの兄貴に息をつく暇はない。さすがの対応力だが、背中が血だらけだぞ、イブ。すでに鮎川が詰め寄っていたのだから。そしてナタが垂直に落とされる。この世界で今は都合悪いなんてねえんだよ。やかましいね。兄貴はそれをすんでで受け止めた。そのまま二人は激しい切り合いへとなだれ込む。イブ、てめえも今日までだな。これがお前の限界なんだよ。鮎川、お前を羨ましく思ったことはないね。死んでいいね。互いにありえないパワーとスピード、鮮血が舞い散る。だがその最中にも、くそ、さらに開きやがったね。イブの兄貴の背中の傷が悲鳴を上げた。それは一瞬の隙を生み、全然遅えな、もらった。腹を横一文字に捕らえられてしまった。まあまあ痛いね。それは相当な深手だった。でもな、鮎川、それじゃあぬるいんだね。だが兄貴は倒れない。それどころか、てめえみたいな下道にはたとえ天地がひっくり返っても負けないね。ここで死ぬのはお前だね。鮎川に向かって凄まじい雄たけびを上げたんだ。そして修羅となったイブの兄貴が踏み込む。こんなもんかすり傷だね。次の瞬間、兄貴はポケットから小型のナイフを取り出し、地獄への選別だ、受け取りな。鮎川の顔面に投げつけた。だがそれは鮎川を捕らえるに至らない。くだらねえ、こんなもんがこの鮎川に当たるか。その瞬間を逃さず、イブの兄貴がギアを上げる。お前みたいなゲスは串刺しでいいね。俺も見当たるぜ。胴への凄まじい突き。だがそれも鮎川はかわしてみせる。なんとイブの兄貴はそのまま加速。じゃあそのイカれた脳を破壊してやるね。流れるように頭突きを仕掛ける。それも甘えな。うん、鮎川はそれすらも抑えてみせた。だが次の瞬間、イブの兄貴が血を吐いた。同時にイブの兄貴は強烈な拳を突き出す。醜い顔面は変形するといいね。それは奴の顔面を正面から撃ち抜いた。やっぱりいいな、イブ、お前最高だよ。今の一発で奴の尾骨はおそらく折れた。だが鮎川の兄貴は狂気的な笑みを見せた。てめえとは理想的な殺し合いができそうだ。さあ、もっと楽しもうぜ。そう言ってカラクレナイのナタを抜いたんだ。あのカラクレナイのナタは防御不可能なんだ。受ければ火花が襲う特殊加工。てめえは一旦燃えとけよ。京極組の高砂さんもあのナタに苦しんだと聞いてる。その時俺はもう限界だった。かかってこい、卑怯者には負けねえんだよ。根性だけは大したもんだ。だがもう飽きたよ、お前。ただでさえ力の差があるのに、俺はそもそもボロボロだ。イブの兄貴の足を引っ張りたくねえ。まずいね。俺はその一心だった。次の瞬間、鮎川が爆心を開始する。うっしゃ、決着じゃ。振り上げたのはカラクレナイのナタ。鮎川の踏み込みは想像以上に強い。早い、これはかわせないね。ならば。その時イブの兄貴がすっと右に動く。そのナタと鉄棒が交わった瞬間、そのクールな顔燃やしてやんよ。炸裂音とともに火の粉が飛び散った。熱いね。火の粉を浴びたイブの兄貴が吹き飛ぶ。その吹き飛んだ先にいたのは、なんと力だった。次の瞬間、お前は退場するといいね。うわ、イブの兄貴が力を豪快に蹴り抜く。その蹴りはとんでもなく、力が凄まじい勢いで吹き飛ぶ。その先にあったのは、やば、窓ガラスだった。やっべえ。力は屋外に飛び出したのだ。奴はそのまま地面に激突する。2階ではあったが、奴は落ち方が悪く、
受け身をミスった。何箇所か折れやがった。肋骨など何箇所か骨折したんだ。だがイブの兄貴の隙を鮎川は見逃さない。おい、何やってんだよお前。うん、蹴り終わりに懐に飛び込まれる。俺って。そして次の斬撃で兄貴は胸を大きく裂かれてしまった。イブの兄貴、くそ、俺を守ったからだ。イブの兄貴はもうボロボロだった。ゲスの斬撃なんて効かないね。それでもなお踏ん張ってみせる。勝負は再び壮絶な切り合いへとなだれ込む。もうそろそろ行くかイブ、俺が仮装してやる。お前のせこい武器なんて全く羨ましくないね。二振りのナタに加え、ほとばしる火の粉がイブの兄貴をさらに追い込む。近距離での乱打戦は本来イブの兄貴の土俵。しかし傷のせいでイブの兄貴に本来のキレがない。まずいね、何か策を打たないとね。勝負の天秤は鮎川に傾いていく。たまらずイブの兄貴が距離を取る。熱いし痛いね。その体はもはやボロボロなんてもんじゃない。鮎川が強烈な殺意を兄貴に突き刺す。ずいぶん苦しそうだな。安心しろ、すぐ楽にしてやる。それに対しなんと兄貴は頬を吊り上げてみせた。残念だったね、死ぬのはお前の方かもね。そしてそう言って奴の後ろを指さしたのだ。なんだと、うん、瞬時に鮎川が後ろを振り向く。その背後に現れたのはド発天を突く辰本の兄貴だった。俺の可愛い後輩たちに何してくれてんだこの神器外れどもは。おっとこれまずいな、イブに粘られすぎちまったか。辰本の兄貴がスタートを切る。あのクソ医者はもう殺した、鮎川てめえもここで殺す。そして凄まじい勢いでドスを殴と思った。しかし直前で急ブレーキ。お前は腹に風穴開けて死ね。一瞬で茶化を抜く。その程度のフェイントで俺が捕らえられるかよ。鮎川が瞬時に反応しようとした。その時だった。イブの兄貴が最後の力を振り絞る。後ろ向いてんじゃないね。そして鮎川の膝を後ろからついたんだ。それが鮎川の動きを一瞬止めた。おーらったー。辰本の兄貴の弾が左腕を捉え、ナタを一本離させた。すると鮎川は病室の出入り口へと駆け出す。しー、逃がすかこの神器外れが。だが鮎川の兄貴は壁を蹴り、なんてな、帰るかよ。突然ターンを決めたのだ。直後壁で勢いを増した斬撃が落とされる。辰本の兄貴、真っ二つになってくださいや。とっさにガードするも激しい火花が散る。ひるんだと同時に強烈な斬撃を飛ばす。ぬれた。それが辰本の兄貴を捕らえてしまった。しかし辰本の兄貴は振り終わりの隙を狙い、捕まえたぞ腐ったれ、パワーなら俺だ。鮎川の頭をがっしりとわしづかみにした。そして次の瞬間、壁と接吻しとけ。そのまま奴の顔面を壁に叩きつけたのだ。辰本の兄貴はもう一発叩きつける。もう一発じゃ、壁にめり込んどけ。言葉通り鮎川は壁にめり込むほどの威力。イブにおられた花がさらに陥没しやがった。だが奴もナタを振り反撃に出る。なせ腐ったれな。どうしたキレがねえな。即座に兄貴はバックステップ。辰本の兄貴は下がりながらも攻撃を止めない。おらった。打ち込んだ弾丸は鮎川の兄貴のももを捉えた。だが奴は戦闘狂だ。いいね、辰本の兄貴最高だ。それをものともせず突進してくる。そして激しい切り合いへと流れ込む。鮎川、ここで散れ下道が。楽しいじゃねえか、死を感じるな。互いの獲物、そして意地とプライドが激しく火花を散らす。しかし辰本の兄貴がドスをもう一本抜いたと同時に、鮎川腕一本じゃ俺には勝てねえな。
右手一本の鮎川が徐々に明らかに遅れ始める。その時鮎川の顔は紫に変色していた。腕もあるが鼻がやられて息が全くできねえ。やばい、完全に酸欠だ。鮎川、地獄で反省するがいい。まずい、遅れた。そして辰本の兄貴が奴の懐に滑り込む。そしてついに辰本の兄貴のドスが鮎川を捕らえる。もらった、クソゲドが。その凄まじい一撃は鮎川の体を完膚なきまでに切り上げたんだ。そして鮎川は力なく崩れ落ちた。仁義を忘れちまったバカ野郎が、地獄で学び直してこい。やっぱすげえな辰本の兄貴。こんな気持ちいい負け方なら悔いはねえ。いい人生だった。目の前でこと切れたのはかつては射程だった男。金なんかに目がくらみやがって、このバカ野郎が。辰本の兄貴はとても寂しそうな顔をした。その後辰本の兄貴は俺とイブの兄貴の元へ来た。しっかりしろ、ここはまずい、追っ手が来るぞ。はい。俺たち二人はもうまともに動けない状態だった。しかし事態は予想外の展開を見せる。おいおい、ド派手にやってるじゃねえか。なんとそこに現れたのは、俺は雷神の東雲ってもんだ。獅子王組の黒沢派と手を組んでる。ここで喧嘩してるって連絡が入ってな。悪いがてめえらの玉はいただく。京極組に味方するやつは俺らの敵だ。斧を持った東雲という男だった。それを聞いたイブの兄貴がつぶやく。斧の東雲、雷神の頭です。マジですか。それにこうして辰本の兄貴が前に出る。イブ、アビル、もう少し休んでろ。兄貴の顔は先ほどよりもこわばっているように見えた。そして猛者二人が正面から向き合う。東雲って言ったが、黒沢派に組みしたことを地獄で後悔させてやる。辰本正幸、さすがのオーラだ。楽しい殺し合いになりそうだ。そして辰本の兄貴にとってこの戦いは過去類を見ないほど厳しいものとなる。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。